山口県の飲食店勝手に応援プロジェクト。皆さんこんばんは、マネさんです。はい、今日は山口県下松市に来ております。さあ、こちらはですね、夢タウン下松の裏側にありますお店ですね。ちょっと隠れ家的な存在ではございますが、シェイシェイさんにやってまいりました。本格中華が手軽に食べれる、そんなイメージでしょうか。そしてこちら選べるのがすごいですね。いろいろお好みセットメニュー選べる感じで、こうね、表の看板見るとそんな感じで、お、なかなか楽しそうじゃないのっていう感じで、さあ、それでは皆さん、とりあえず中に行ってきます。チャンネル登録よろしくね。まずはこちらを見てください。日替わりランチメニューですね。750円税込みで、日替わりでこんな感じでね、結構豪華なものが食べれる感じですね。なんか結構豪勢ですよね。なんかめちゃくちゃ満腹になりそうな、そんなランチメニュー。そしてこちらが夜のメニューですね。いろんなものを組み合わせたセット料品もありますが、一品料理もございます。こんな感じでしたね。おー、これになんかね、ライスとかミニラーメンとか半チャーハンとか、そういうのを加えて、そういうセットでお得な料金で食べれるって感じでしょうね。あー、なるほどですね。さてさて、ではね、こんな感じのをまず見といて、本格的にメニューの方もお見せしたいと思います。さあ、出ました。まずはこれ、海鮮ものですね。こんな感じで、結構こちらのお店メニューが豊富なんですよね。めちゃくちゃいろんなものがあって、それがすごいなって思って見てました。おー、なんかすごい、あれもこれも食べたいななんて思いながら。そしてこちらがね、鶏肉系、鶏肉料理だけでもこれだけの種類の多さがありの、そしてこちらは牛肉のおかずですね。おかずメニューたちと、あとスープ、おかゆとかもございました。サンラータンスープとか美味しそうですよね。そしてこちらはお野菜関係ですね。いやー、麻婆豆腐いいな、なんか食べてみたいな。そして裏メニューっていうのがございまして、こんな感じの裏メニュー、ちょっとね、分かりづらい人は一時停止しながら、コマ送りでもしながら見てやってください。そしてこちらはチャーハンもの、ご飯ものですね。このね、ケチャップ味の天津丼ね、僕めっちゃ食べてみたいんよね。なんか昔ね、青春時代あれよく食べてた気がしてて、今ね、ケチャップ系の天津飯出してくれるところがなかなかないので。さあ、やってきました。麻婆豆腐に半チャーハンをつけて979円になります。そしてこちらね、サラダもついております。まずは麻婆豆腐、こんな感じで結構美味しそうな感じですね。そしてチャーハンね、結構ツヤツヤして、これもなかなかいい感じの仕上がり。そしてこちらがスープとお野菜という感じで、さあ、こちら行ってみましょうか。まずは麻婆豆腐食べたかったので、こちらまずはこんな感じですね。美味しそう。ではいただきます。あ、これ麻婆豆腐結構なお味で美味しいな。いや、これはちょっとびっくりする。いや、これね、いいや、気に入っちゃった。そしてチャーハンの方いかがでしょうか。結構ツヤツヤしたライスで、こんな感じでパラパラ感ありますね。ではいただきます。お、チャーハンもすごいレベル高いな。これは、このセットはちょっと美味しいかも。あ、やった、これはね、本当にね、皆さんぜひぜひ来るべき鬼うま出ます。で、ここからはがっつきタイムに入っていきたいと思います。まあ、このね、スープはね、だいたいどこ行っても中華料理屋のスープってね、なんとなく味が同じみたいな感じなんで、あ、はい、そういうやつでした。そしてまあ、お野菜はまあ見た目の通りだと思います。今日ね、こちらのね、麻婆豆腐なかなか美味しいので、皆さんぜひこのお店来たら食べてみてください。そしてチャーハンもクオリティ高かった。このパラパラ、口の中でほぐれる感じのチャーハンですね。これがなかなかいい感じでしたね。半チャーハンなのに結構量も多いなと思いましたね。さあ、そしてね、こちらのお店、
これですよ皆さん、発見しました。秘伝の辛味っていうのがあったんで、これちょっと試してみたいけど、どのぐらい辛いのかって本当に分かんないので、ちょっとずつこの辺ね、カドッチョに垂らしながらサラサラとかけながら食べてみるよ。いやー、こんな感じにちょっとね、思いのほかかかっちゃったんですが、ちょっと混ぜて混ぜて食べてみましょうかね。さあ、この辛味、ただ辛いだけだと僕はショックを受けるんですけどもね、一味だとただ辛いだけなんだけど、これはどうだろう。スパイス感がめちゃめちゃ増して、これはねちょっと皆さん使うべきで、これ味変的にはめちゃくちゃいいやつですね。あのスパイス感がすごく増した感じの辛味で、これはちょっとありありですね。いやー、これいいお店見つけちゃったわーっていう、そういう喜びを感じながらのこのご飯を食べてます。やったこれ。そして僕見つけたのが、あの先ほど言ってたケチャップライスじゃなくて、ケチャップ味の天津飯ね。僕青春の味です。満足満腹になったところで、今日はこの辺です。マネさんの感想、味もしっかりしてて良かった、メニュー豊富なので飽きないと思います、ケチャップ味天津飯次はぜひ食べたい。中国家庭料理シェイシェイさん、場所は山口県下松市中央町 2-6、 営業時間はご覧の通り、電話0833-48-9678まで。最後まで見てくれてありがとう。これからもグルメ動画を発信していくので、応援してくれる人はチャンネル登録の方だけよろしくお願いします。チャンネル登録無理なら高評価だけでもありがたいです。とても励みになります。こういうのって本当に嬉しいよね。あとツイッターの方もやっております。ツイッターの方もフォローしてくれるとありがたいです。そして皆さんのグルメ情報あればお待ちしております。コメントの方に書いてくれると、そちらのお店にスケジュールを合わせて行ってみたいと思います。さて、子供の舌を持つマネさんがお届けいたしました。最後に本当に聞いてほしい重大な情報があるんで、聞いてやってください。